とさ、書いてあったからさ、赤いんだけど。やっほうん、雪の消しありがとう。星もありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。にゃー、赤いですよ。書いちゃったから。キュンキュンラブリーみんな。雪の消しありがとう。ハートありがとう。こんにちは。わっ、プレゼントありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。プレゼントありがとう。雪の消しありがとう。あんた20外れた？やばいってここ本当に。雪の消しありがとう。あんた20外れました？雪の消しありがとう。プレゼントありがとう。ちょっと本当にやばい。赤いです。雪の消しありがとう。あ、違う。プレゼントありがとう。雪の消しありがとう。今日すっぴんです。あ、今日初めて来た。朝じゃなくてね。雪の消しありがとう。プレゼントありがとう。プレゼントありがとう。大晦日。外れますか、やっぱり。プレゼントありがとう。本当ありがとう。大晦日なかなか当たんないかな。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。こんばんはなな。みんな、大晦日。あなりじゃ当たった？あなりじゃ当たったって。外れました？外れました？見えんだね。当たったのすごいね。きょんこいね、ありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。大晦日外れ？外れ？雪の消しありがとう。スピンクオリティ高い。リップだけ今塗っちゃった。こんにちはな。こんにちはな。みんなアンダー20当たった？黄色緑。プレゼントありがとう。雪の消しありがとう。キョンコにありがとう。アンダー20外れたので、とりあえずにかけ、あ、そうしてください。頑張って。ナゲット30ピースなので、あ、そうなの。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。あんなに10外れた。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。雪の消し、みちゃんありがとうね、いっぱい雪の消しを。雪の消しありがとう。今日もかわいいね、ありがとう。こんばんは。こんばんは、ちゃん。こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんにちは、ななん。今日も何か食べ物が、みかんしかないけどね。無理だと思っていたけど、おめでとう。4月28日かけてください。雪の消しありがとう。タコちゃんありがとう。大上さん、来た？カキカキ、そう、カキカキしてますよ。雪の消しありがとう、雪の消しありがとう。こんばんは。ももみきた、雪の消しありがとう。ハッピーセットね、もうなんか最近本当に売ってないからもうやめてますけど、あの金曜日に買います。星ありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。雪の結晶4位になっちゃったんですよね。まああれなんですけど、そうなの。キュンキュンラブリー、花のおかげかも。今日もおでん食べたの、美味しかった。本当に売ってなかったんでビッグマック花に会える来年に持ち帰る。そうだね。なんでも来年ね、会えるからね。スピも可愛い、好き。ありがとう。花も好き。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。すっかり花ちゃんに惚れちゃった。うん、 X 見たもん。ありがとうね。キュンキュンラブリー。雪の消しありがとう。おでん大好き。そう、おでん大好きなの。そう、良いんだよ。だいぶすごいよね。ありがとうね、みんな本当に。こんばんは。雪の消しありがとう。今日もスガキ屋、スガキ屋先に食べてないな。雪の消し欲しいの。どう、雪の消し
どちらかといえば欲しいけど、でも、いけるんでしょ、ありがとう。あ、トップエルネオさん、もうすぐ発売ですよ。SK で2位だから。確かに SK で2位だね。ハートありがとう。こんにちは、ナナ。てか、私、タワーのお礼したいんですけど、誰もいないですよね。お手紙欲しいって言った方。雪の結晶ありがとうございます。そうだね、制服の目初日が大事ですよ。皆さん X 見ましたよ。雪の結晶ありがとう。だってめっちゃエゴサするからね。インキューラブリー、こんにちは、ナナ。やっほやっほ、みんな元気してた？今日寒くない？本当に今日も可愛いね、ありがとう。配信でのトークのテンポがいいので。あ、本当？やった、こんにちは、な。制服の目初日かけてください。制服の目初日待ってるよ。ぜひやっててね。11月28日、楽しみにしててください。そんなあれですけど、雪の消しありがとうございます。キュンキュンラブリーン、ノベルネオ久しぶりに買うしね、めっちゃいいですよね。雪の消しありがとう。僕のエクス見てます。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。可愛すぎる、ありがとうね。雪の消しありがとう。ハートありがとう。え、オマールエビユって読むの？雪の消しありがとう。ハートありがとう。プレゼントありがとう。ハゾーマ、ありがとうございます。え、そういえばね、私コメントの文字をでっかくしたんです、ちょっとだけ。だから超見やすい。ハゾーマ、ありがとうございます。寒くて今日から暖房使い出した。今日からなの？私だいぶ前から使っちゃってる。どこ住み？こんばんは。みんなの住んでるところは寒くなかったのかな、今まで。私は寒い。雪の消しありがとう。賢くなったね。え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？あ、買う。コメントの文字の大きさ。あ、そうそうそう、変えれるの。老眼じゃない。でもなんかちっちゃいとさ、ちょっと遠くから読めないじゃない？だからみんなの名前も読みやすくなった。画面見すぎて目悪い。違いますよ、違います。キングラブリー、こんにちは、ナナ。そう、あ、X 見てます。岐阜は寒いよね、わかる。灯油は満タン、よかった、あったかく過ごせるね。寒い時の電気毛布は本当に電気毛布持ってない。雪の消しありがとう。岐阜の下の、あ、そうなんだ。岐阜の下ってどこ？愛知？こんばんは、キュンキュンラブリー。19歳の老眼、じゃあ老眼じゃないよ。岐阜県は木曜から金曜。嘘でしょ、マジ？スマホ飲みすぎて目を悪くしました、マジ？まあでもあるあるだよね、最近の。プレゼントありがとう。僕はほぼ岐阜に住んでるんで1ヶ月前から電気代大変です。だよね、寒いもんね、激寒だよね、本当に。老眼は老眼なの？老眼大変じゃない？こんばんは。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。あ、本当に投げてくれるんだね。可愛いアイコン。なんかアイコン花も新しくしたい。金曜日は岐阜雪降る。そうなの？嫌なんだけど。こんばんは。ココハちゃんが二人のね。そうなんですよ。そうなの、そうなの。ココハとヒーターの目いいな、あったかそう。雪ありがとう。雪の結晶プレゼントありがとう。遠くも見えないし近くも見えない。それはね、花のママもそう。雪フレンズとありがとう。雪の結晶ありがとう。こんばんは。今日も可愛いね、ありがとう。今日も可愛いです。ありがとうございます。雪の結晶ありがとう。大晦日楽しみ。え、大晦日当たったの？たなちゃんのオイラが遊びに来たよ、ありがとう。クリスマス雪降らないかな。え、ホワイトクリスマスってこと？マジで当たった、花押し。え、待ってください、みんな当たった？こんばんは、雪の結晶ありがとう。こんにちは、ナナ。みんな当たりましたか？なんだっけ、大晦日アンダー20公演。花ちゃんの喋り方話題になってた。なになになに、花そんな変な喋り方してますか？怖いんだけど。
こんばんは。外れた？大晦日外れる。え、当たった？当たった？実家に帰省、あ、外れました。ハゾもやつ出ます。ホワイトクリスマスにならない。DMM で見る。こういうのガチ恋じゃ当たらこんばんは、こんばんは。最近サラダのショールームに見かけない。え？サラショールームやってるでしょ？え？仕事？だもんでとか。ああ、そういうこと？え、めっちゃね、ヤオって言うとね、そう、言われる。ファンが応援するから。あ、なるほどね。確かにね。毎日花の聞いてたら馴染みすぎて違和感ない。え、そうやんね。そうやんね。ごめん、当たらなすぎて高級。岐阜弁あるよ。岐阜弁あるよね、みんな。仕事で行けた。あらあら、また来てね。別の機会に。二度目の方もありがとうございます。トップエルネオ買っていただけるんですか？ありがとう。そう、なんとか、いや、じゃあ、なんとかやから、とか、なんとかやおうって言うと、そうやおうとか言うと、やおうって言われる。来月28日まで応募できんよ。あ、そうなの？岐阜弁レクチャーしていいよ。プレゼントありがとうね。やおの意味、え、だから普通に語尾にやおってつける。なんとかだよのことをなんとかやおって言うんです。なんかなんとかなやとか使うんだって。やっぱりなんか来年から本格的。ありがとう。そう、なん、え、同期の前ではめっちゃ岐阜弁出てるよ。もうなんかなんだっけ、なんだろうね、なんて言うんだろう、そういうか、そう、なんか例えばね、まあ、今からみかんを食べようと思うんやけど、食べようと思うんやけど、このみかんはちょっと冷たいからまだ食べるのをやめとこうかなって思っとるんやけど、え、ちょっとヤオの使い方むず。そう、ヤオってよく言うよね。ヤオとかさ、なんか例えば携帯の充電がないって言われたら、え、歯の充電器持っとるで、歯の充電器で充電してきゃとか、プレゼントありがとう。わかるでしょこれ。ヤオ出てこないね。それな、なんでやろ、なんて言えばね、ヤオ出てくるんやろ。なんやろね、え、なんやろうねとかのヤはよく出るんだよね、やっぱり名古屋弁っぽい。確かにちょっと似てるね。思っとる、あ、そうや、思っとるもそうやね。なんか花はキティちゃんの、キティちゃんが売り切れ取るのは、あ、売り切れ取るとかもそうやね。雪の化粧ありがとういっぱい。そう、机つるって言います。語尾はダオ、ダオ、なんとかダオあかんて、あ、そう、あかんてっていう、なんやろ、うん、帰りたくなかったんや、お、そう、帰りたくなかったんや、おとかも、そうかも。ミルチホンの言葉には岐阜弁以外に、いや、いっぱい岐阜弁っていっぱいあるよね。名古屋に近くかもしれない。こんばんは、雪の化粧ありがとう。なんとかしとる、そう、なんとかしとる、なんやろね。雪化粧ありがとう。かわいい岐阜弁、え、かわいいかわかんないけど、雪の化粧ありがとう。でもなんかアホみたいなことをたわけがって言ったりするよね。ちょっとかわいくない、たわけがって。え、全然映んないよ広島弁。雪の化粧ありがとう。岐阜弁ね、博多弁かわいいよね。なんとかとよって、雪の化粧ありがとう、お疲れ様です。そうそうそう、いっぱいあるよね多分。たわけって言うよね、たわけがあって。だるまありがとう、緑のだるまたわけ、牛弁かわいいって絶対。半分青いで、よくあれじゃん、汚く聞こえる。え、たわけ、雪の化粧ありがとう、雪の化粧ありがとう。あとはなんだろうね。でも自転車のこと、ハナは言わんけど、蹴ったとか言うんじゃない？あ、あれありがとう。星、虹色の星。だらは言わん。ありがとう、だるま。ゆきゆきし、ありがとう。かわいい口、ありがとうね。そう、ココハンが鳴ってくるの。
首で穏やかに風。あ、ほんと、はなちゃんたわけ。おまわ、あなの可愛いゲゲフェンは、あれあれあれ。たわけも可愛いですか？たわけって。でもたわけあんまり言わないですね。けった、けった、いや、わかんない。なんか岐阜弁と名古屋弁って多分近いよね。ハズもありがとうございます。こんにちはの。ハズもありがとうございますね。けったまし、確かに。ココハもジャケンって言うよ。ココハの広島県。いや、ココハはなんとかじゃけーっていう。田んぼを分けるのがなんたらかんたら。え、どういうことヤリンって何？ヤリンって何？知らないんだけど、ヤリンって。ハズオもありがとうございます。こんばんは。でも、なんとかやから、ココハだよね。ジャケ、三河弁？何が？五輪？五輪？ん？花菜にトークでたわけ言われて言ってあげる。たわけ。キュンキュンラムリー、ジャケジャケ、そう。だから、ヤオって何？って言われるから、うるさい。ジャケジャケって何ジャケじゃって言ってる。言っとったげ。あ、でもパパとか使うかもな、それ。こんにちは、ナナン。言っとったげ。ヤリンは三河弁。ヤリンなんて言葉があるんだ。え、自動車学校車高じゃないの？普通に車高でしょ。違うの？え、逆に他の言い方ある？車高じゃないの？たわけは可愛い。ほんと？今日も可愛いね。ありがとう。こんばんは。ありがとう。やるん？やりなさい。あ、そういう意味なの？自動車教、あ、教習所って言うんだ。車高じゃないんだ。車高は車高やな。タを分ける。愚かな声。あ、そういうこと？タ分け？間違えた。何ね。虹色の星ありがとう。虹色の星ありがとう。虹色の星ありがとう。放課後？でも放課後じゃない？放課後は放課後じゃない？車高って言うよね。教習所、あ、そうなんだ。クソだわけ。それは普通に。同じく休み時間放課、え、言うんじゃない？ん？ジャケ聞く？雪の結晶ありがとう。雪の結晶ありがとう。こんばんは。社学初めて聞いた。社学って、社交やな。花はめっちゃ友達に今日社交やから遊べんとか言われる。今日社交やから社交の出席やばくてって言ってる。放課、うん、放課はよく聞くやん。でも教習所なんや。そうなんや。今日結構ギフメンで撮るんやない。花雪の結晶ありがとう。放課はこのえ、それな、雪の結晶ありがとう。焼き鮭、そう、焼き鮭だよ絶対。教習所って言うんだ。雪の結晶ありがとう。放課後は放課後やん。放課後はあの学校終わった後のことを放課後やない。そうね、放課後は放課後やけど、だから授業と授業の間も放課って言うんやないの。雪の結晶ありがとう。バリバリで撮る。そうやんね。今日なんかさ、こう岐阜弁の話が出ると結構出るんやん。キュンキュンラブリー、イエイイエイ。社交だよね。放課後練習、そうだね。雪の結晶ありがとう。あ、そうなんだ。大場美奈さん、雪の結晶ありがとう。雪の結晶ありがとう。私も実家が岐阜です。同じやん。今日も可愛いね。好きかもしれない。チュー。友達と話すときもこんな感じだよ。友達と話すときはもっとひどいかもしれん。雪の結晶ありがとう。社交、社交、社交。放課は全国共通。放課は東海。あ、そうなんや。放課って言うよな、でも。放課後の放課の意味を知らない。確かに。あ、課題から放たれるってことじゃない？ 笑ってる。プレゼントありがとう。雪の結晶ありがとう。なんかあれじゃない、やっぱさ、あの放課、うん、課題から放たれる。そうじゃん。休み時間じゃダメなの。あ、でも休み時間もいいんやないの。流されて寂しい。流してないです。花何連で岐阜弁バリバリでお話ししましょう。あ、そうなんだ。
なになになに、欲しいこれ全部。キュンキュンラブリー、こんばんは、雪抜けしありがとう。いやマジでな、雪抜けしありがとう。岐阜机釣るよ、釣ります。机キュンキュンラブリー、雪抜けしありがとう。雪抜けしありがとう。雪抜けしありがとう。大平さん、床間かけて返事が、あ、そうなんだ、こんばんは。岐阜は町おとはちゃん、え、知ってますよ、知ってます、知ってます。その方、ハズマのやつも、ハズマ、名古屋弁、名古屋弁とその岐阜弁の違いが分からんくって、全国的には FM 時間、あ、そういうことね。2時間目の方か、え、それな、結構長いよね。なんか外に遊びに行きなさいとか言われた気がする。キュンキュンラブリー、初応募ありがとうございます。こんにちは。なの机を釣って食べないですよ、机を釣って掃除するんです。スキーファンにならなかったら知らない言葉ばかり。岐阜といえば、昔に岐阜のスーパーでバイトした時に CG、 え、わかんないです。だもんで、え、なんとかだもんで言う気がする。なんとかやもんでも言う気がする。机釣るは東海家、そうなんだ。体調が悪いことは、うん、偉いって言うね。なんか今日偉いんやけどって言うね。放課の語源合ってた、合ってた、よっしゃ今日会いにありがとう、こんばんは。キュンキュンラブリー。放課後って放課の後だから授業やんって思う。確かに。キュンキュンラブリー。あ、なんだこれ、サンタさんのトナカイのやつ、ありがとう。面白い、確かに。そう、偉いってしんどいって言うね。なんか今日偉いでちょっと学校休もうかなとか言う。え、わかる？ CDC、ユランスーパーが噛みつく。あ、そうなんだ、見たことないな。ちょっと男子、机釣ってよね。あの、机釣るのマジで嫌いだった。すねに当たるんだもん、机のさ。この、ゴミ投げる。それって普通じゃないの？ゴミ投げる。鍵を買う、もう岐阜弁。あ、そうだね、鍵買っといてとか言うよね。雪の消しありがとう。お店が外れた。あらまあ、あらららら、また会おうね。えらいと、そう、使い分けできるよね。こんばんは。そうね、すねに当たるよね、机釣ると。学校の机釣ったらさ、そうなんだよね。アナナに言われたらいくらでも釣る。アナちゃんにちょっと男子、ちょっと男子、私言うタイプじゃなかった。え、ゴミほかるって普通じゃないの？ゴミほかってっていうのは普通じゃないんか。これも方言なの？なるほど、そうそうそう、わかんない。二度目の方もありがとうございます。こんばんは。体調悪い、えらいわ。え、わかる、私も使いまくる。技法つる、あ、机をつる、つる、え、わかんない、多分つるし上げるのつるだと思う。技法おもろいよ、そうよ。そう、ほかるって言うよ。ほかすも言うんじゃない？だで、やで、あー、確かに確かに。ほかす、ヤホー、仕事の忘年会、お疲れ様です。楽しかった忘年会。よく、わかる、机を持たせていたよね。ほかるは方言なんだ、そうなんだ。こんばんは。ほかる以外知らん、そういうこと。うん、ほかるっていう、ね、関西ほかす。あ、そうなんだ。で、学校の掃除ってどの時間帯？帰る前だったかな、確か。ゴミほかる、めっちゃ方言。あ、そうなんだ。山口ですが、怖いは疲れてる。そうなんだ。あ、虹色の星ありがとう。普通に使うね、カタスもわかるよ。ちょっと関西、確かに確かに。ほかすは関西弁なの、そうなんだ。ほかるね、忘年会じゃないか、忘年会じゃないかった。え、忘年会って書いてなかった？ちょっと待ってください。忘年会って書いてあった。忘年会？何？怖いは硬い。そうなんだ。え、トキントキン、え、トキントキンって尖ってることだよね。こんばんは。ちょっと裏に行って、え、それは普通じゃないの？関東はアステルだ、そうだね。やっとかめ、やっとかめ、何何、準備すること、回しをする、え、言わないんだけど。蹴ったわかるよ。大晦日当選してたら地元の用事とかで行けなかった、何かも。あ、そうなんだ。掘るということもある。プレゼントありがとう。札幌の親戚とかゴミ投げる。そうなの、忘年会、忘年会。あ、楽しくはないんだ。特勤特勤、うん、言うよね、特勤特勤。ホルモンやから、ホルモン。あ、それは知ってる。忘年会って楽しいものじゃないの？投げといてだし。あ、そうなんだ。キュンキュンラブリー、雪の消しありがとう。ホルモン、ホルモン、そう、それホルモンといえば、ココハンと一緒にホルモン食べに行こうっていう話をしてた。
昼は外れました。あれまあ片付けること直すえ言う気がする。待っとれ待っとれってよく言うんじゃないですか。忘年会は何、忘年会楽しくない、忘年会ってどういう、こんばんは。あーそれも言うね、よく暑い時をね、こんばんは、やっと亀、言わないです。それココアちゃんホルモン好きですよ、ホルモン好き。こんばんは、忘年会先月終わった、ゆきゆきしありがとうございます。けあそうなんだ、言うよ。こんばんは、ハートありがとう、今日の予約。えそうなの、そんなこと言うの、星ありがとう。忘年会ほぼ飲み会、飲み会ってさ楽しいものではないのか。やっとかめ知らないです。玉宮って読む、忘年会上新作、あそうなんだ、おじさん飲み会つまらないんだ。ココハンは三角チョコパイも好きだけど、でもあのホルモン好きなんですよね。仕事が忙しくて部署の忘年会、そうなんだ、12月お店が混むから、あそうなんだね、忘年会は挨拶も、あそうなの、放課後この日本限定、あそうねそうね、誰と行く、あーなるほどね、あそうなの、そんな番組があったんですか。あ勉強不足、ただいま間に合った、お疲れ様です。飲み会は無理やり飲まされるから嫌いです。そうなんだ、だけが一番、そうね、忘年会でちょっとだけ怒られるの、忘年会ってお疲れ様じゃないんですか。ごまんはごまんは、マキシマムザホールも何ですか何ですか、大学の忘年会そんなのあるんですか。やおねは可愛いよね、わかるわかる、はなちゃんに会えるのもやっとがめない、え久しぶりって意味ですか。はなちゃん水筒とよ、どこの方便方言、ここはちゃん優しいです、こんにちは、はななん、はなの明日の忘年会来てくれ、行きたい、友達との飲み会楽しいけど、あそうなんだ、仕事なんだ、雪の結晶ありがとう。そうだ、緑のお仕打ちはいたよね、今いなかった、お願いはブレイコーと言って上司に怒られる、あそうなんだ、雪の結晶ありがとう、なんとか行かずに脱出してきたから、あじゃあ花のところに来てくれたんだね、お花はんやっほー、俺の故郷福岡、あそうなんだ、ずっと会いたかったんよ、言ってあげるよ、お話し会でいらっしゃってますよね、サワーのお礼、なんかタワーがさ3個だったからちょっと字がちっちゃくなっちゃったんですけど、じゃーん、見てる、あとクリスマスのやつだったから、でもねそんなめっちゃ長文をあれなんですよ、タワーの数がなんかこの分で幅を取ったので、そう字がちっちゃくなっちゃったんですよね。はい、こちらお手紙、見える、これお手紙、ロングトーク会もたくさん来てくれたし、ポストもいっぱい見てます、早くまた会いたいね、タワー3つかな、ありがとね、はい、 OK です。あとは猫耳小判が、でもなんか本当に猫耳小判はなかなか来ないですね、ありがとね、みんなさん緑のお仕打ちはありがとう。こ次のカラオケの配信ではあれですね、
何でしたっけ、優先権もありますので優先権はキョムヒヨコとアマビエもあるね。その髪が欲しいそうだよね、この髪がいいよね。それな、そうだよね、直接渡せないもんな。そうだわ、お手紙は1個のお礼なんで。そうだね、絵上手ですか、ありがとう。だ全然いいよいいよいいよ。3000人達成の企画はカラオケ配信と、あとなんかダンスっていうのも言われてたので、そんなダンス上手じゃないけどダンスもいいよ。会いたかったんだおで十分会いたかったんやおでもいいですか。スケベのスクショポストさせてもらいました、ありがとうございます。ポストしてくださって、1月ですね、ちょっと12月は忙しいと思うので。あのなんかカラオケの値段が結構したんですよね。そうです、ダンス見たいですか。3000人ありがとうございますね、本当に嬉しいです。コスプレ配信はね、あでも今度クリスマスにしますよ。結局さ、緑のさサンタさんなんかあんまり好きなのなかったんですよ。なのでそう、31日行くのでレスください。当たった、おめでとう、すごいすごい、フォロワー3000超えだ、ありがとうございます。ちょっと請求しない、請求しないですよ。ダンス見たい、ダンス見たい、そうそうそう。サンタコスはね、いやでも結局ね黒を買っちゃった。こんばんは、そうそうそう、悪いこと続いてた。12期ダンス配信していないです。そういえばじゃがりこ派遣、あ見ました、ポスト。大晦日全滅、あまた会おうね。黒に、そう黒にした。これ需要ありますか、もう買ってた、そうもう買った。なんかさクリスマスまでに届かないやつもあるからさ。そうなの、あ緊急性公演来てくださいぜひ。じゃみかん食べるね。あれ花さお茶持ってきたと思ったんだけど、あー足つりそう。制服の目初日、まあ賞味あれですよ、配信あるのでね、きっときっと配信あるじゃないですか、劇場だったら。雪だけしてありがとう。そう届かないと大変だから、顔も黄色くなりたくない。こんばんは、足を片付ける。何、あそういえばみかん入った時物目に出てたありがとう。制服の名所にちはねえ、それな劇場で会いたいね、劇場で会いたい。この時期になると岐阜では柿ね、めっちゃ朝ねママが出してくれる。席はどんだけ後ろでも見えるの大丈夫。でもまあ花のことが見えるかが問題ですね。雪の結晶ありがとう。昼夜ありね、それの平日しか行けないのでタイミングがあったらぜひぜひ来てください。あでも一押しっていうか推しさんたちを優先的にね、花はついでで大丈夫なので。キャン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 、あーはい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 、立ち見ても十分。いやわかんないよ、だって22人ですよね。それでだって私が後ろの方だったら顔が見えないかもしれないですよ。公演初日が終わってからね、最新確かにお見送りが、あ確かにお見送りあればね、そうだね、お見送りあってほしいね。頑張るね、じゃあ制服の上で振ってもらえるように。どこはよく見える
20歳以下、うん、そうそうそう、見える位置にいたいですね。年には特会、公演、通称とかで会いたいね。大晦日は仕事だから配信もリアタイできない。年越しで赤い目しか、そうだね。それで、え、黄色と黄緑じゃないの？お見送りはあるけど人数多いから、そうね、ゆうゆうとしようって。確かに確かに。いや、彼は優しいですね。でもありがとうね、楽しみ。じゃあカラオケ部屋、部屋からの配信ってこと？部屋からだと入ってないやつが多いからさ、だからカラオケの方が楽しいんだよね。トークイベじゃなくて公演なんだ。そうだね、そうそうそう。雪の化粧ありがとう、雪の化粧ありがとう。お花組ね、どんだけ、どうだろう、みんな当たってないかもしんないからね。制服の目公演で、え、花です、花です。手がいっぱいになりそう。プレゼントありがとう。怒られるんだね。制服の目なら黄色黄緑一択です。あの、制服の目ならってことですね。うん、人数発表されてないね、まだ内緒ですね。雪の化粧ありがとう。カラオケルームは雰囲気が違うね。確かに雰囲気違うね。劇場公演は昔はハイタッチ、ハイタッチ。ありがとう、コール、ありがとうございますね。いや、ちょっとカラオケの店を変えます。ちょっとさすがにあれはうるさかった。ありがとう、絶対灯すからって、ありがとうね。ね、なんかさ、暗いとさ可愛く見えない。わかる？ちょっと可愛く見えるじゃん。うん、お手紙抽選会、うん、いや、コールは花なんがいいです。めちゃめちゃ可愛かった。まあ、ちょっとよそ行きだったよね。はーちゃんいない公園で着る、そうだね。 NMB なんか昔履いてた、肩叩き、花もやりたいです。明るくても可愛い、本当。でも暗いともっとなんか漏れて見えた。雪の化粧ありがとう、今日も可愛いね、ありがとう。んうん、暗いとちょっと可愛く見えてるね。ね、しかもさ、花もさ、いつもと違う感じで、違う感じのテイストの服とか着てたので、大人っぽかったでしょ。あの夜は知らない花の。まあ、いつもすっぴんだからね、言いなり、あ、そういうことか、いつも花ちゃんって呼んでくれてるもんね。熊の吊り下げのやつありがとう。抜け抜けちゃん、ありがとう。ね、大人っぽかったよね、照明はいい意味で。それな、こんばんは、初めてですか？2度目か、ありがとうございます。ハートありがとう。ホールは花なん希望です。すっぴんも好き。まあさ、多分いつもすっぴんだからこそ、そういうなんか外にお出かけしに行った時が可愛く見えたりするんですよね。綺麗に見えたり、そういうことちゃう。あ、そうも、ありがとう。オープニングアクトで花壇コールしてました、ありがとうございます。ギャップだね、そうそう、ギャップ、めちゃくちゃ可愛い。ありがとう。ありがとうね、今日帰りに、ありがとう。そうそうそう、まあね、私は大人の女なので、そういうみんなをメロメロにさせちゃう術を持ってるんですよね。アウターが良かった、本当。実物は 1.3、 めっちゃ微妙な数字出してくるやつね。スピンハナちゃんが一番好きですか、ありがとうございます。ゆきゆきちゃん、ありがとうございます。スピンは絶対に嫌だってメンバーもいるけどね。確かに確かに。あ、まあそういう、まあまあね、はてなんで。まあ私は大人の女なので。ごめんなさい、ちょっと調子乗ってますね。花壇コール大きかった？本当？嬉しい。なんか私はちょっと、え、でもいっぱいみんなが花壇って
呼んでくれてるなとは思いました。花のためなら今日から弓のも花だ。ありがとうございます。みんなメロメロさせちゃうぞ。確かにそうだね。え、ちょっと待ってください。みんなハテナにならないでよ。ちょっと待って違うの、ちょっとふざけただけじゃんねえねえちょっとふざけただけですよはなちゃんまだ小じわとか言わないでよ。大人花の大好物ですか。そう、大人になりたい年頃なんです。スピンオフスし怒られでもスピン大人になりたい。そうなの、本当にね、19歳って微妙じゃん。20歳だとさ完璧に大人って言えるけど、19歳ってちょっと微妙いよね。ふふふ。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 再来年ですよ。そうだよ。ロリコンなので、ロリコンなの。スピン NG。いや、花は、もうちょっと大人になったらスピン NG になるかもしれないです。19歳はまだ少女かも。成人式は再来年です。24歳くらいに見えるよ。魔法の褒め言葉ですか。ほんね、わかんない。褒め言葉かな。花は別に何言われても嬉しいですね。好きですね。狭間がいいんですか何も知らないセルフナイト歌った大人といて今度歌おうあれは大人の証なんですか。そういうこと。あ、ゆきぬけちゃんありがとうございます。やっぱ成人式とかやばいな。あつじぐ、そうね。スーサイド。いやーなんか大人曲はねどうだろうね。チッパー歌ったんでもう大人です。あつまありがとうございます。こんにちは。こんにちは。うん、ミッドナイト公演。うん、鼻がツヤツヤっていうのは何ですか。呼び名は花ちゃんコールで花なんでいい。あ、いいよいいよ。ユリコン敵に回して、え、どういうことどういうこと。私敵に回しました。曲好きなのに違うまあそうですね、衣装が確かに印象に残りますよね。みかん食べてる。じゃあわぶちゃん、え、まあこっちはトナカイの喋りたいトナカイね、確かに。31日の公演入ります。誰のサイリウムを振るんですか。ハートありがとう。ミッドナイトコーン、あ、そうなの。花なんにハマりたい的な。ハマってください。2度目のお前ありがとうございますよいしょ。みかん、みかん美味しいよな。じゃがりこめっちゃ美味しかった。いや、わかります。あのじゃがりこマジで美味しいよね、本当に。変顔少しやめてくださいよ、ちょっと今日はお揃いできない。あらら突然がいやー、たまに花の前に使ってくださいよ。ゆきのけちゃんありがとう。ゆきのけちゃんありがとう。変な変顔にスクショされてるやめてください。今日は歌うつもりはなかったですね。ガチャッポストをしますか。いや、こんばんは。
あ、どうもありがとうございます。西田敏行さんのお菓子の好みとか見ると花の味の好み渋いな。ほんと花ね。でもね、あのセブンイレブンのねビーフジャーキー大好きなんですよね。あの照り焼きの味がする。お話配信も楽しい、ありがとうございます。そう、照り焼きのねジャーキーがめっちゃ美味しいですよ。花って感じになってきたんでガチ恋かもしれないですジャーキー渋いの嘘でしょ。あのジャーキーはねマジで美味しいんですよ。なんか照り焼き風味みたいなののジャーキーはめっちゃ美味しいです。あとね、あと何でしょう、お菓子なんか海苔巻いてあるせん、なんかあの磯辺なんていうんですか、海苔巻いてあるさ長細いさあの茶色いせんべいみたいなあるじゃないですか。あれ大好きです。磯辺焼き酒飲みにならないですよ。キュンキュンラブリン。そう海苔巻き、そうそう海苔巻きあられ大好きだし、あと何でしょうね、あちょっとおしゃれなので言うとなんかアーモンドにさ、アーモンドになんかさアーモンドとかカシューナッツとかにさなんか蜂蜜みたいな味ついてるやつあるじゃん。あれめっちゃ美味しい。味好み、そう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 。渋いか本当に。あでもねあれ濡れせんべいがめっちゃ好き。あのさ濡れせんべいって美味しくない？何？なんかでもねココハンに、ココハンと話してて花がなんか濡れせんべい食べてたの。そしたらなんかココハンがえそれ濡れおかきって言ってきて、あ濡れせんべいだけど濡れおかきも美味しいよねって言ったらなんかいや濡れおかきじゃないとダメだからって言ってた。濡れせんべいだとダメだからって言われた。私は濡れせんべいの方が好きなの。そうでなんかこの間ねなんかみんなでスナック菓子に例えたら何でしょうみたいな感じの話をしてて、みんなっていうかさつきちとハナとココハンとさやちゃんで4人で喋ってて、なんかケーキで何が何っぽいかみたいなのとか話しててさ、まあ、さつきちゃんケーキで言ったらさ圧倒的ショートケーキじゃない？でまあ実際なんか何が好きそうみたいな感じの話だったんだけど圧倒的にショートケーキですよね。ココハンはなんかモンブランとかそっち系っぽくないって思って。雪の結晶ありがとう。濡れかき、あそうなんだ。濡れせんべいとおかきの違う、おかきかせんべいかです。平べったいか丸いやつか。ココハちゃんとコンビニ決まってない。みんななんかある？そうでなんかさやちゃんはなんかケーキじゃないけどチョコテリーヌみたいなチョコテリーヌみたいじゃない？花おはぎ花なんて言われたかな、なんて言われたんだろう。いやテリーヌって美味しいじゃん、私作ったことあるんだって。さやちゃんそう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 、テリーヌな感じするんだってさやちゃんは。花なんて言われたかな忘れちゃった。わかるでしょ、花チーズケーキとか言われたかな、何だったかな。何だったかな、わシュークリームとか言われた気がする。いやわかんないわかんない、美味しいよね。テリーヌってなんかねあれよ、なんかなんていうの、なんかテリーヌはあれじゃん、結構なんか、あ花はなんかいちごのムースみたいなって言われたテリーヌはなんか生チョコのケーキみたいな感じだよね確か、なんかそんな感じ。そう花栗きんとん違うよ。でも実際に好きなケーキが合ってたのはさつきちだけだった。さつきちがショートケーキって言ってたけど、あのね
さやちゃんはいちごが乗ったケーキって言ってたし、ココハンはガトーショコラって言ってたし、花はタルトが好きなの。しかも私一回ね、いちじくのタルトを食べたんだけど、それが忘れられなくてですね、いちじくのケーキが大好きです。いちじくのタルトが。さつきちゃん、さつきじ、そう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 、花の甘さ、嘘、和で来るならみたらし、マジ。さやちゃん一応ね、それな、こっちゃママがこんばんは。そうそうそう、花いちじくが好きでね。そうなので、あとなんかスナック菓子に例えようとかいう話もしてて、さつきちはなんかさつきちがコンポタージュっぽいみたいな、なんかそういう感じえ、なんか肌和菓子になってる。いや美味しいよね、わかるよ。こそう、何が、そう、なんか肌なんだっけ、なんかスナック菓子何っぽいかみたいな感じの話になって、あ、プレゼントありがとう。じゃあなんかさ、コンポタージュってお菓子知らない？なんかこういう、なんかこういうさ、こういう感じのスナック菓子なんて言ってたかな。でも何が好きそうなの。え、でも今思うとさつきちベビースターっぽいな。はなな、うまい棒でいい、うまい棒じゃない、うまい棒じゃない、そう、カールみたいな、そう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 、クルトンじゃないです、違います違います、コンポタージュってお菓子。そう、はなは、はなはね、何が好きかな。はなはね、お菓子、え、でもね、あのその時はプリッツって言ったんですよ。だけど今思ったら、花はカニチップスが好きなの。カニチップス好きだし、花ね、ポタポタって言われたの、ポタポタ焼きって言われたの絶対擬音で考えたやんポタポタしてるからやんって思ってカールね、全然食べてないわ最近。そう、花カニチップスがめっちゃ好きなのな。うまい棒好きそうですよねって言われたの。うまい棒美味しいよね。でもこの間シュガーラスク味みたいに食べて美味しかった。わかる？ただポタポタ焼きっぽいですか？ポタポタ焼き好きっぽい？そう、ポタポタ焼きって言われた。なんだろうな、誰か言ってたかな、何やったかな。でもさやちゃんはあんまりね食べないって言ってたよ。シュガラスカージ邪道なの。そうなの、とあるポテチブスクラの中の半分以下。そうなの。え、でもね、あってね、片焼きも好き、片、あ、違う、片揚げポテト、ブラックペッパー味です。ばあちゃん家に必ずあるえ、でも美味しいよね。花はあの雪の宿が好きだったな。モナカ？モナカって何？ポテチ一袋はさすがに食べないですよ。片揚げうまいよね、わかる。ギザギザポテトそんな食べないな。屋台にありそうなシリーズで例えると、ココハはお好み焼きプレゼントありがとう。ブラックペッパーですね。それな、ポテチ系食べない。曲がりせんべい美味しいよね。雪の結晶じゃない、雪の宿です。広島、そう、広島だけに。そう、味調べも美味しいよね、わかる。お好み焼き、雪の結晶ありがとう。そう、広島風お好み焼き。さやちゃんはえ、難しい。さやちゃん、さやちゃんお祭りなさそうだもんだって。あ、ベビーカステラかな。いや、でもベビーカステラさつきちだな。りんご飴っぽい花嬉しい。ほっぺがいつも赤いからですか。ハートありがとう。焼きもみじ美味しいよ、めっちゃ。ハートありがとう。え、でもね、なんだろう、さやちゃんチョコバ、確かにチョコバナナっぽいかも。
あでもさつきちいちご飴とかありそうだな。うなぎパイは誰？うなぎパイ？うなぎパイ？わかんないですよ。ゆきゆきちゃんありがとう。ソースせんべい。何それ？ベビーカステラ。ベビーカステラめっちゃ美味しいよな。うわー、わたがし。うわ、サータン？サータンが何ですか？うなぎパイ、チョコバナナ。うん。リンゴ飴すっかりココミ。確かにココミ。水飴って食べたことないんだけど。ソースせんべい知らないです。あでも花あれ好きだな、玉仙。あそうそうそう、名古屋、名古屋かわかんないけど。それもありがとうございます。ベビーカステラね食べるよ。ベビーカステラお家に作る機会もある。夜のお菓子うなぎパイ。えうなぎパイって普通の、えピーナッツ？何それ。玉せんね、お家で作るくらい好きです。お家で自分で作るよ。あのでっかいエビせん大好きだから。うなぎパイって名古屋なの？静岡じゃなくて？そう、お家にね、お家でなんかベビーカステラメーカーみたいなのがあるのでベビーカステラ作ります。屋台の玉せん美味しい。しかもそうですよ、ベビーカス、ベビーカスとか言っちゃってそうだよね、静岡の菓子だよね。ね、そうだよね、家で、うん、名義で売ってんだ。そうなんだ。そう、ホットプレートみたいなやつでなんかホットケーキミックスを作って普通に型に流し込んでこう閉じてみたいなやつ。玉せん50円、安っ。たこ焼き器じゃない、ベビーカステラ作るやつがある。玉せんは普通になんかさあれですよね、卵、薄焼き卵作って乗せて鰹節かけてビビビビってソースかけて折りたたんでベビーパーできる。家でポップコーン、あ作ったことあるかも。作る機会ある気がする。ソースせんべいは薄いせんべいにソース、あそう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 、あそうなんだ。えそうなの、ベビーパーできる。あんまきね、美味しいよね。こんばんは。ホットサンドメーカーは持ってないですけど、やっぱりたい焼き、大判焼き。あーたい焼きは好きだな。大判焼きはあんまり好きじゃない。何の違いって感じだけど。そう、岐阜は何でもあります。もつし醤油のハナハナしかかたん岐阜は何でもあります。ご飯お好み焼き、えそれな、あのね、この今日なんか、え今度うちおいでよって言って一緒になんかホットプレートとかあるしって言ってたら、えココハがお好み焼き作ってあげようかって言われた。今川焼きとも言うかも。今日これ、あ見ました、違いわかんない。12期でタポ、えやりたいね。大判焼きはあんこが好き。あなるほどね。定休の中身はあんこです。千日前はな、何どこどこ、あつおまありがとうございます。ちょっと、ベビーカステラって言った、プロっぽいね。はあよく、いやそんなしないです。こそう、ご飯どうやられたやん。木金雪降るの嫌なんだけど。明日は水曜日、明日お友達とお出かけする予定あるからセーフ。カスタードあんまり好きじゃないですね。ベビーカステラ食べるならクマちゃん。寒すぎて、それな、お弁当ね、うん、ママが作ってくれてます。つものスニーカーを、こ焼き屋さん、かゆ、ほうば味噌いいですね。うわ、もうメント更新された。食の趣味に、あ、ほんと。でもね、たい焼きのね期間限定とかはすごく食べたくなるんですよね。
お弁当箱ちっちゃくないよ。めっちゃモーメント更新される。ゴザソウロウ、何ゴザソウロウって。こんにちは、なの。そうそう、え、生クリームも好きじゃないです。今日大丈夫だよ。たい焼きは頭から食べます。みんなどっち？飲みの方もありがとうございます。あれも別に大食いじゃないよ。冷凍のたい焼きも美味しい。食べたことない。頭だよね。チーズ入りたい焼き食べたことないな。大判焼きの店、あ、そうなんだ。お腹から食べるの？背びれから？頭だよね。あ、たこ焼きはソースです、圧倒的。でもたまに醤油食べる。なんか友達のバイト先に行って残ってた方をもらうんだけど、大体ソースが残ってるんだけど、醤油が残ってたらラッキーって食べます。尻尾ですか？たい焼きは3枚におろしてから。どうやってどうやって。100円たい焼き美味しそう。いやでもね、醤油もね好きよ。尻尾から食べるの？マジ？サータの配信見てないです、今日。なんか私は尻尾のカリカリが好きだから頭から食べるの。あんこのマヨネーズ、あ、たこ焼きつけます。青のりはつけない。でもかつお節大好きだから、かつお節めっちゃ食べたい。あ、半分に割って、なるほどね。ね、羽根付きのたい焼きね、切って刺身。あららら。銀だこ、銀だこはね普通にソース食べますね、一般のやつ。でもネギが乗ってるやつも美味しい。銀だこじゃないよ。でも友達のバイト先は尻尾のカリカリね、だよね。そう、好きなのは後に食べます。だからそう、サラの話面白いね。そうだね、後に。そうなんだよね。だからなんか花本当にそうなの、最後に取っておく。白いたい焼きね、もちもちしてるやつでしょ。だからね、例えばケーキにイチゴが乗ってたりしたら、イチゴは最後に残します。ん、赤し、え、わかんない、それ。尻尾が最後。あ、そうね、確かに。あーちゃんが食べる前、おいらでクロワッサンたい焼き食べたことあります。こんばんは。はななん食べるの遅そう。いや、ハナ食べるの早いと思うよ。雪の化粧ありがとう。え、なに、赤石、赤石、赤石焼き。あ、どうもありがとうございます。共感できるの嬉しい。尻尾までしっかりあんが入る。なるほどね。え、じゃあ入ってなかったら寂しいじゃん。キンキュラブリーン。左方赤いね、書いちゃった。いちご最初、赤石焼き。赤石焼きってどういうやつ。こんにちは、なの。邪魔？いちごが？美味しいじゃん。あーちゃん噛まずに。まあそういう感じか。でもそんでもないかも。噛むけど食べるの早いよ。多分ね、あのね、一口がでかいんだよね。雪の化粧ありがとう。卵焼き？明石焼き？私にしたし、え、食べたことない、食べたことないです、あの。え、食べたことない。美味しそう。でもさやちゃんって、わかんない、さやちゃん食べるの遅いのかな。あ、でも確かにゆっくりそうだよね、そのイメージはわかる。大阪か、大阪のたこ焼きあんまり食べたことないですよ。卵多めで出し、あ、そうなんだ。大阪行ったら食べよう。じゃあ、大阪行きたいよ。もう大阪行きたいですよ。明石焼き美味しいの、いいな。絶対待ってます食べたいね。何？明日兵庫、そうなの？多分花の、あ、そうなの？
花でも出汁の味好きだからわかんないよ。ユニバも行きたいです。めっちゃ行きたい。大塚の握手会来てください。ユニバ行きたい。めっちゃもう行きたいです。ドンキーコングできたら早く行きたいです。倉本家のお雑煮。お雑煮。お雑煮ってあれですよね。正月のやつですよね。普通にお出汁に小松菜とお餅とかまぼこが入ってる。異国情緒が味わえる。確かに。ハゾーマありがとうございます。岐阜は四角いお餅です。メンバーだねが、あ、確かに関西でやりたいですね。無限列車今そうなの。あらなすき焼き食べさせ、あ、食べさせたいです。うん、ありがとね。こちらこそ。アナナンの大好きな、そうです、お出汁。そうそうそう、こんにちは。アナナン職員さんありがとうございます。名古屋風何シンプルな、そうそうそう。お餅苦手なの。マジ煉獄さんね、めっちゃ泣けたよね。あれ2回ぐらい見ました。映画は DVD も持ってる。最近関西は絶不足ね。えそうだね。うわ無限列車めっちゃいいな。さあ達成。そうだね、お茶焼いて入れる、焼いて入れる。おでんにたこ焼き入れれば、え、でも別で食べたいかも。普通で食べたたこ焼きカリカリしてるやつが好きなんですよ。正月のお餅はめちゃめちゃ食べますよ。朝2個食べて感じ。二度目のお前ありがとう。卵焼きというそうなんだ。あ、雪の結晶いっぱいありがとう。え、こんなにいっぱいありがとう。雪の結晶いっぱいありがとう。雪、雪降らしてくれてありがとう。お雪ありがとう。え、そうそう、正月の目があるのでちょっと今年は控えなければと思ってます。喉止まらせないです。ネギだくたこ焼き、ネギいっぱい美味しいよね。おいおいおいは、ご雑煮醤油ベースのつゆに椎茸とか美味しそう。うちの雑煮はトビウオの出汁で、丸餅やブリや大根、めっちゃ美味しそうじゃん。はあちゃん箱根駅で見ないですね。いつも煉獄さんについて感じるから語りましょう。煉獄さん、煉獄京次郎について。お腹出る衣装多いですね。それな、お餅は何つけて食べるのが好き。きなこか、お醤油と砂糖のやつです。砂糖醤油ですかね。王道です。おしるこも好き。おしるこはね美味しいよね。大根おろし食べたことないな。サータに年賀状書かない、え、わかんないんです。お正月はダラダラして過ごしてます。制服の目で、いやだ見ないでよ。西の方の人は箱根駅で見ないかな。あのね、おばあちゃんは見てるよ。眠す、ちょっと眠い。お雑煮以外だと砂糖醤油、お雑煮がね結局一番美味しいんですよね。前菜も好きです。今の子で年賀状かか、確かに、まあ LINE とかありますもんね。長野の里は幼稚園の頃にありますね。砂糖醤油で海苔巻くの、わかる、美味しいよね。鏡餅焼いて食べたら、そうなの、どうやって食べるのあれは。初詣は家族と行きます。こんばんは、お正月絶対太ります。それな、二度目のほんまありがとうございます。年賀状一枚も出して、でもね、うちも出してないから今年わかんないけどね。おできのバッグが、え、そうなんだ、すごい。ハゾーもありがとうございます。二度目のほんもありがとうございます。こんにちは、だな初見さんありがとうございますね。印刷ね、木曽川、木曽さん、木曽何イルミネーションいいね。餅つきしたことは幼稚園の時にある。年々帰ってくる数が減って、確かにパソコン壊れてデータ飛んだから住所登録、あらら、例年の初詣はサータンと言ってくれて、なんでなんでなんで、サラが行きたがってるの。木曽三川公園って言うんだ。そうなんだ、
発音ありがとう。お茶イルミネーション行ってないな、突然来なくなる。確かに2年後上ね、基礎花もね来たら返すって感じかも。基礎参戦公演、お正月花ちゃんも焼き餅焼くとどっちだと思う？お餅は焼きますよ。学校まだあります。アスタジングどうすかの、混みそうだね。ハートありがとう。もう寝ようかな。じゃ45分になったら寝ましょう。稲葉神社、これは読めます。燃えすぎじゃないです今日は。さあさあさあ、それではじゃあ男女読もうかな。13位は今から3時間、大変じゃん、めっちゃ早起きじゃん。週末まで頑張りましょうね。さあ13位はパンダありがとう。11位は違う、12位はこれは何ですか、ちょっと待ってね。え、これは何、12位、ギターと女の子ありがとう。11位は可愛い猫ちゃんありがとう。10位は女の子、アイドルの女の子みたいですね、ありがとう。9位はマイメロちゃんありがとう。8位は雪だるまありがとう。7位はテニスボールありがとう。たこ焼き犬6位たこ焼き犬ありがとう。5位かわいいクロミちゃんありがとう。4位緑のおじうちはありがとう。3位カニラスカルありがとう。2位キョムヒヨコありがとう。1位はアマビエです、ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。ありがとう、見てくれて今日も。こんにちは、ナナ。それでは皆様いい夢を見ましょう。全然いいですよ、ポストとか時間があるときに。ありがとねみんな、メール返信待ってるよ。メール配信返信待ってるし、ポストもちょっと待ってます。エゴサするので花が夢に出てくる魔法をかけますね。はっ、花が夢に出てきます。これでじゃあ、おやすみなさい皆さん。かゆいところに手が届く花が、たまにはいいねしてね。どうだろう、するかな、しないです。ゆきゆきしありがとう。してもね、てかツイッターな。バイバイみんなさん、背中かゆくないよ。おやすみみんな。明日は花可愛くするから、もしかしたら夜可愛いのを見てほしくて配信するかも。またな、おやすみ親子に。またな、バイバーイ、おやすみ。ありがとう、今日も可愛いね。おやすみねみんな、バイバイ。バイバーイ。